福木の屋敷林屋敷林は、屋敷の周囲に設置された林。屋敷森とも呼ばれる家屋の一方向、または複数方向に配列された樹木群である。台風、季節風、地方風などの風のエネルギーを低減させて、集落や家屋を保護する手段として活用されている。また、多節域では、敷地内の積雪を少なくさせる効果もある。屋敷とは、 家の建っている敷地であり、その敷地に形成された林群を屋敷林という。これは一般的には防風林や防雪林として機能し、特に家々が孤立している場合は有効である。家屋に対する屋敷林の配置方向には地域における共通性、系統性が認められることが多く、その方向は当該地域において防ぐべき強風の風向を示している。 季節風が強い地域に多い。防火林として、西日本では牧、牧東日本では、白樫や一位を家の表側に植える例も多い。また、河川の近い家や、水害の多い地域では、防水用として、藩の木や根を張る竹を植えて、土壌の流出を防いでいる。防災以外にも、梅や柿の木のように食用として利用できる樹木を植えたり、 その昔木材流通が盛んでなかった時代には、我が家の将来の建て替えの時のための建築材料として植樹していた。これらの実用的な用途だけではなく、魔よけとして南天やヒイラギを植える例もあり、ある種の風格を持つステータスシンボルにもなる。屋敷林に使われる樹種は用途に応じて選定されるが、政作によって指定される場合もあった。例えば、寛永2年に、 松平三長が、高田半領内に二つした文書には、椿と笹を南側に植え、屋敷の周囲には杉を植えること、えのきもみくぬぎは植えてはいけない、とされていた。仙台平野の、曲根、都並平野の、介乳、出雲平野の、築地松、三重県、福岡県の、四壁、大井川線上地などが有名である。 三富神殿に隣接する埼玉県狭山市狭山台の屋敷森。関東平野では、武蔵野大地など、平坦な地域に風化期と呼ばれる屋敷林が発達した。特に多く見られるのは、武蔵野大地の大梅市から、狭山川下両南部、利根川右岸の田園地帯、江戸川左岸の大地、赤城山麓などである。その最大の目的は、台風による家屋の屋根の破損を防ぐことで、 樹種は、常緑公葉樹が中心である。埼玉県の所沢市、狭山市にまたがる三富神殿やその周辺では、短冊系の敷地の端に植えられた屋敷森が延々と、連なる景観が見られる。富山県南都市の屋敷森と並平野では、江戸時代以降、三居村と呼ばれる、独特の集落が発達した。三居村は、家々が離れ離れになって、 水田中に点在する形式のため、家屋の周りに、海女と呼ばれる屋敷林を植えて、火災を受けとした。屋敷の東側を入り口とし、庭にや観賞用樹木などが植えられていた。西側や南側には、風や雪に備えて、杉を中心に、背の高く丈夫な木が植えられていた。南側には、蔵や苗などがあり、いちじくやぶどう。 柿などの果実がなる植物や竹などが植えられていた。杉から取れる落ち葉を、すんばと呼び燃料として活用した。岩手県、宮城県、福島県、栃木県の農村部における屋敷林は、巨、船と言われている。船は地境を意味し、巨船は敷地の内外を分けるものである。それと同時に、多くの巨根は、屋敷の北側と西側に存在し、暴風林や、 防雪林の役割を果たしている。曲根として用いられる樹種は、杉や松、ヒノキケヤキであり、それらの枯れ枝や落ち葉は、燃料や堆肥として用いられた。島根県東部の出雲平野を中心に見られる様式で、上端を一定の高さで水平に刈り揃える、影手刈りと呼ばれる、剪定方法が特徴であり、その独特な形状から、緑の屏風とも評される。 冬の季節風や砂流、雨や雪、夏の西日を防ぐ目的があるが、本来の機能は、水防のために築かれた家の周囲を囲む土井を強化するためにあった。そのため、植えられた樹木は強い根を張る黒松が主体となっている。明治時代以前には、家の全周を囲っていたが、水害の減少と建築様式の変化から、北と西側だけをカバーする、鍵型の形状へと変化した。 近年はアルミサッシなどの普及によって住宅の耐候性が向上したことから屋敷林の必要性が低下し平成11年には3380個あった築地松も平成24年には1516個にまで減少している。ありがとうございます。